9ジョバンニの切符。もうここらは白チョークのおしまいです。ご覧なさい、あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり建って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな二つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、まもなく二つの端は重なり合って、きれいな緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色な明るい輪とができました。それがまただんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく、音もなく、水に囲まれて、本当にその黒い測候所が眠っているように静かに横たわったのです。あれは、水の速さを測る機械です。水も、とりとりが言いかけたとき、切符を拝見します。三人の横の赤い帽子をかぶった背の高い車掌が、いつかまっすぐに立っていて言いました。とりとりは、黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見て、すぐ目をそらして、あなた方のは?というように指を動かしながら手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困ってもじもじしていましたら、カンパネルラはわけもないという風で小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニはすっかり慌ててしまって、あ、もしか上着のポケットにでも入っていたかと思いながら手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは4つに折ったはがきくらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わない、やちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って丁寧にそれを開いて見ていました。そして、読みながら上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、灯台看守も下からそれを熱心に覗いて見ていましたから、ジョバンニは確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか?車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながらジョバンニはそっちを見上げてくつくつ笑いました。よろしゅうございます。サウザンクロスで着きますのは次の第三次頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カンパネルラはその紙切れが何だったか待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところが、それは一面黒い唐草のような模様の中に、おかしな塔ばかりの字を印刷したもので、黙って見ていると、なんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると、とりとりが横からちらっとそれを見て、慌てたように言いました。ほうや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう、本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない。どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃ、なるほど。こんな不完全な幻想第四次の銀河鉄道なんか、どこまででも行けるはずでさ。あなた方、大したもんですね。
なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまたたたんで隠しに入れました。そして、決まりが悪いのでカンパネルラと二人、また窓の外を眺めていましたが、その鳥々の時々大したもんだ、というようにちらちらこちらを見ているのがぼんやりわかりました。もうじき、わしの停車場だよ。カンパネルラが向こう岸の三つ並んだ小さな青白い三角標と地図とを見比べて言いました。